ちは、はじめまして。いつもと変わんないよ。底辺 YouTuber。 昨日もね、あの福知山で飲んでたんですけど、あの ビアパブ行ってずっとそんな話とかしてたんですよ。なんかあのどうやったら人間のパフォーマンスが上がるのかみたいな。で、例えばボーナスとかあるじゃないですかと。この使う？二つ使うとだいぶやりやすくなる。とも？大阪店で懐かしいっすよね。たこ焼きにやめて入れてもいい。美味しく食べれます。わあ最高。すごい、ね。めっちゃ贅沢。